Bonsoir à tous, il est au trésor. Takarajima. C'est parti. Bonne émission. Wow. 始まりました。宝島インターネットテレビ2ヶ月ぶりでございます。あ、2ヶ月ぶり、1ヶ月ぶりでございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。久しぶりに、久しぶりとか、新年1回目が、ちょっと雪のため飛びまして、かなり雪降りましたね。本当ですね。すごい列車でした。で、ちょうど、ナオピンがお休みで、バカンスでしたね、はい、バカンスでした、はい、で、かくちゃんもいろいろありましてっていうところでもう休もうかなみたいなことになってしまいました。はい、楽しみにしていた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はですね、今年も、去年と同じ感じで映画ネタにして、3人でよもやま話をしていこうよねっていうことで、また今年1年お付き合いいただけるお二人に今日も来ていただいております。今日はですね、ちょっと面白い缶詰が手に入ったので、私はアグーケイっていうことでおすすめでおります。進めていこうと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、ではじゃあちょっとナオピンからいきますかね。ナオピン、はい、スパイシーな、私はスパイシーシークワサーチキンのナオピンです。関連性が関連性がよろしくお願いします。よろしくお願いします。スパイシーに。はい、よろしくお願いします。はい、なんか近況とか今年1年の経とか。私自分はもうともかくなんですが、うん、とにかく、はい、ウクライナ の戦争、ロシアにある侵略が本当になくなってほしいなと思って、うん、もう日々祈っているばかりです。うん、本当です。はい、もうそれしかないです。はい、すいません。ありがとうございます。はい、もうするよね。うん、ね、1年、今日で1年なんですが、はい、経ってしまって、ね、うん、もう早く集結してほしいなと思ってます。ですよね。本当にもうなんか、なんね、なんだろうね、なんだろうね、そうなんです。なんだろうね。まあ、これについて話すと長くなるので、またちょっとね、何かの機会があればということで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。では次、かくちゃんに、はい、はい、今日はね、早期かくちゃんです。早期かくもと、何骨早期かくなんでや。まあ、これ沖縄のね、食べ物ですね、はい、そうですね。で、ちょうどね、かくもとが昨日まで沖縄に行って、うん、お休み回って行ってて、で、沖縄熱が、ね、高いんですよね。あ、まだ昨日帰ってきたばかりだけど、なるほど、沖縄のことを語りたくてもしょうがないっていう、映画の話なんだけれども、ちょっと沖縄だけちょっと、ちょっと聞いてみましょう。どれぐらいいたんですか？ね、5泊6日ですね。長い。で、まあ、お休みもしてたし、うん、まあ、向こうでもね、リモートで仕事ができるんで、まあ、向こうで仕事もしながら、今時今時で、まあ、すごい良かったんだけど、うん、まあ、旅の楽しみ方ってそれぞれあると思うんですけど、うんうんうん、なんか僕らのペースでやってるのは、なんかその土地の人の個性とかぬくもりに触れ合うっていうのが、自分自身の中でも旅の醍醐味かなっていう。ちょっと2つ語るとね、うん、その旅のその触れ合いって、旅行中に楽しむのと、うん、旅行前から楽しむのっていうのがあって、その旅行前から楽しむ、今回、先月に行ったから2回立て水席なんだけど、同じレンタカー会社に乗ったので、あと一方でゲストハウスの予約をしたりとかして民泊に泊まったんですけど、ね、うんうん、なんか驚かしいですか？うん、全然聞こえ入ってないよね。あ、本当に？あ、今聞こえる。近づくと聞こえるかも。あ、そうなのかな。うん、今聞こえます。私が間違えました。あ、大丈夫？放送事故です。あ、OKOK。 じゃあ元へ元へ。大丈夫大丈夫。その予約の手配とかでレンタカー会社とか、そのゲストハウスとやり取りしてたんだけど、うんうん、普通レンタカーってネットとかで調べてやるだけだと思うんだけど、うん、もうリピーターになったので、もうメールで直接やり取りとかしてたんですね。で、いろんな情報やり取りして、じゃあいついつ聞きますね、楽しみに待ってます、うんうん、みたいなやり取り、なんかそれもね、楽しいし、すごいな。で、ゲストハウスは、まあ、いわゆる民泊で、うん、こんな施設がありますよとか、今なんか全国の旅行支援とかやってるでしょ、うん、あの手配も向こうがやってくれて、
そんなやり取りをとかをねしてると、いや王にもなんか向こうの優しさにも触れて、うん、この旅行のテンションも上がってくるというのが、その旅行前からすでにこうなんか人のぬくもりを感じて楽しかったっていう、そんな話なんですね。すごいね。なんかなんだろう、パックにしちゃうともう終わっちゃうじゃない、その旅行会社さんとのやり取りで終わっちゃうんだけど、 それぞれ手配していくとやっぱりね、向こうの人とのやり取りが増えるっていうことだよね。そう、お旅行って計画してる時から楽しいとかよく言ったりとかするけど、こういうやり取りもやっぱ楽しいもんだなと思って。なるほどね、はい、いやいやすごい、レンタカー会社と仲良くなるのは初めて聞いた。確かにね、沖縄車ないとね、ちょっとなかなか楽しめない、移動もね。ちょっと沖縄の話長くなるんで、あの最後に時間待ってまた話します。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ね、そうそう、今日のね、あの名前は全部このかくちゃんのお土産をいただいたんで、ここからつけてみました。はい、そう、お酒に合いそう。そうね、合いそうです。青森でね、そうしよう、そうしよう、いただいちゃいます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今年はあれなんですね、あの映画の話になるんですけど、うん、今年はちょっとなんだっけ、偉人、偉い人、うんうん、偉い人があの映画化されてるやつをちょっとピックアップしていこうっていう話をしていて、いくつか選んでるんですけど、まあいろいろこう並べてみた結果、今月は、まあ、先月やろうかなって思ってたやつなんだけど、うん、あの奇跡の人ですね、これちゃんと見えてますかね、ヘレンケラー、こうさりかな、そう、皆さんサリバン先生ですね、どっちが奇跡の人、そう、どっちが奇跡の人っていうのはね、これちょっとまた後で話しましょう、また後で話したいなって思うんですけど、多分もう皆さん内容的にはもうめちゃくちゃもうよくご存知の話ですよね、なんかね、うん、世界の偉人とか伝記って言ったら、うん、なんかトップで名前が来そうな感じですよね、うんうん、ヘレンケラー、なんか出てくる話なんですけどね、うん、なんかその辺のあの日本と世界の違い的なものもちょっと考えていきたいなっていうぐらいなんですけど、私たちが、私とナオピンが見た映画はあの YouTube に上がってる、うん、ね、はい、どなたかわからないけど、うん、あの上げてくださっているやつを見て、ありがとうございます、うん、を見て、あのあれですね、かくちゃんはもともとの映画としては一番最初の作品ですかね、うん、ですかね、そのやつを見たのが、うん、そうですね、白黒のやつですよね。でもまあストーリー的には、ね、一緒だと思いますね、変わってなくて、あのね、あの出会いから始まり、あの最後言葉に気がつくところで終わるっていう、ね、そうそうそう、そういう感じなので、まあ、ちょっと見た絵はちょっと違うんだけど、まあほぼほぼ内容一緒だろうっていうところで、そうそう、キャスティングが違うだけで、はい、ほぼほぼ一緒なんで、ね、そのまま進めていこうかなと思います、はい、まあでもこの奇跡の人は本当に何、舞台化もされてるし、うん、もうどんどんね、今でもずっと作られ続けてる作品なんですよね。ねえ、やっぱり、うん、ね、私はあのあれ漫画の三内すずえさんの漫画で、うん、あのガラスの仮面、あの天才、あの女優、え、なんだよ、天才、はい、何、あの女優っていうのかな、子役の北島麻也っていう主人公が、うん、あの舞台で奇跡の人のヘレン・ケラー役をやるんですよね、うん、あれでなんか、あって思います。あれとこのお話がほとんど同じだったので、うんうん、その漫画がこっちの、うん、あの題材にしたのかなって思うぐらい、うん、で最後見てて、あの辻褄がやっと合いました。良かったですね。ですね。なんか本当にいろんなところに使われてるやつで、ね、そう、日本だと、なん、どこでしたっけ、どこかが版権持ってるんだよね。あ、そうですね、うん、どこだったっけ、どこだったっけな、ホリプロ、あ、そうそう、そうそうそう、ホリプロで、ホリプロ、うん、だから若手女優さんの登竜門的なやつがあって、うんうん、しかもあれなんだよね、あの変わっていくんだよね、そうですよね、最初がこのヘレン・ケラー役で出た人が、そうそうそう、次か次の作品で、あ、舞台でサリバン先生になってたりとか、ね、なんか面白い現象ですね、面白いことやってるなと思う、あまり舞台見ないんですけど、うんうん、ちょっと見てもいいかなって思いますよね、そうですよね、うん、そうですよね、そういう感じでした。しかもこうちょっと続けて見てみたいですよね、そのキャスティングが変わったので、さっき言ったもともとヘレン・ケラーやった人が、うん、今度はサリバン先生になってる舞台もあるんで、そういう楽
しみもあるよね。ありますね。だから長いやつってそうなるんですね。あ、そうか、じゃあ演出も変わってるってことやね。脚本演出も多分そうですよね。どうだろう、ちょっとこれは調べてみる会話ありそうですね。すごい、だってすごい長い期間やってるから、さすがに一番最初に作った人とかもう、ね、そうね、あれだもんね。だからもしかしたら今時フィーバーしてる人がやってたかもしれないってことですよね。そうですね。そうね、初演が1964年だから、映画、あ、いや、舞台だよね。だから、だいぶ前ですもんね。いや、もうだって、あの、私よりも前だもんね。考えるとすごいですね。半世紀以上、ね、あの、特会引っかいやってるってことそういうことですね。それはすごいなぁ。すごい。へぇ、はい。そんな奇跡の人です。そんな奇跡の人です。なんで、今日はですね、動画ではなくて、あの、ちょっとシーンをピックアップして、うん、あの、ナオピンがしてくれたので、うん、ちょっとそれに沿っていこうかなと思っています。はい、じゃあ、早速。あ、ごめん、こっちゃった。はい。早速、ちょっと行ってみようかなと思いますね。画面を切り替えますね。はい。はい、これ。これは初めの、あの、ご挨拶で、ヘレンのお母さんとサリバン先生ですね。出会うところですね。出会うところですね。ここ駅に迎えに来てくれたみたいで。で、ここで握手して、あ、次行っちゃってください。で、これヘレンはどこにいるのって聞いてるところなんですね。で、ヘレンは家にいますよって言って、ここからどのくらいって言って、まあ、1.5 キロぐらいよって言ってますね。次どうぞ。で、これがお父さんですね。で、お父さんが目に見えない、 目が見えないものが目が見えないものを教えるのかって言って、ちょっとこう半信半疑な、あ、そうですよね、ちょっと疑ってる風の、疑った目で見てるんですよねっていう、あの、最初のご挨拶のシーンですね。はい。で、これはあのヘレンの家に行った時に出会った時に、ヘレンが、まあ、初めての人だったから、まあ、先生の顔をこうなぞるとか確認するんですよね。メガネ取って、こんな顔みたいな感じでした。で、先生がバッグ、大きな旅行バッグ持ってて、でこれをボンボンって叩くんですよね。叩いて、これカバンみたいなバッグかなんかを指文字で教えるんですけど、これ手挙げてるんですね、このヘレンが。バッグってやって、こう手挙げて、はい、はい、終わりみたいな感じの、なんか合図みたいな感じなんですよね。で、それを先生が教えたら、彼女はすぐ同じことをやったんですね。で、それで、あの、ヘレン、あの、サリバン先生が、あの、この子頭がいいわ、覚えるの早いわって、あの、認めたところだったんですね。で、なんかこのカバンを持ってヘレン立ち上がって、あ、どうぞ、あの、立ち上がって、で、先生を中に入れるっていう感じで、あの、なんとか最初のこの、あの、出会いはすごくいいんですよね。なんかすごいスムーズに、ね、スムーズ、運んじゃうなっていう感じだったんだよね。なんかここちょっと、あの、お茶目な位置、そうね、いい感じで、いい感じ で、ね、で、ここからね、修行が始まる感じですね。始まる、試練が始まるとは思ってないヘレンだったと思います。ね、こう中に入れてあげている、シーンですね。嬉しいんだよね、新しい人が来て。ね、そうですよね。まさかね、あんなスパルタな先生だと思ってない。あんな格闘が始まるとはってね。ですよね。で、これはなんか、あの、教えてるとこですね、文字を。ドールですね。うん、人形。あ、ドール、そうですね。一番最初に教えた文字ですね。そう、もう先生はずっと物には名前があるのよって教えてました。で、次どうぞ。で、これは初期も教えてるんだけど、お兄ちゃんがやっぱりちょっと先生のことを、あの、なんていうか、あの、反省反省ないんだよね、最初はね、で、やっても無駄だよ、ほら、嫌がってるじゃんって言ってるんですね。お兄ちゃんはお兄ちゃんで、なんかこう、ヘレンのことを、まあ、兄目線でちゃんと見ていて、まあ、わがままだしっていう感じで見てるんですよね。次どうぞ。これはお母さんに甘えたいけど、先生になんかこう、いろいろ教えられて、なんていうか、あの、もうすごいダダこねてるところ。で、先生なんかこう、ちょっと、あ、いたって、なんか何かを、あのバッグの、あの、あれを閉じられたのかなんかで、あ、いたって、なんかちょっと、あの、何かにぶつけて痛がっているところのシーンなんですね。なんかヘレンが何かしたっていうシーンではなんかね、ヘレンが何かして、あ、それ見えないじゃない、彼女は。で、あの、何かにぶつかって、あの、先生が
なんかすごい痛いっていうところでシーンが切れたシーンだったんですね。何だったかな、なんかバタンとこうあのスーツケースが閉じられて先生が手挟んだみたいな、そんなシーンですね。でここはもう終盤に近づいてるんですけれども、合宿が途中ありましたよね、2週間ぐらい。ありましたね。そうですね、あの離れでそこだけ でサリバン先生とヘレン・ケラー2人で、そう、その後なんですけども、その合宿の時は遠くに行ったように見せかけて、わざと遠回りして、そうで家の近くで、で1人だけ、あのなんかお手伝いさん呼んで、2週間ぐらいでやっとなんかこう、なんだろう、マナーがあるとかなんかいろいろ人間的なことを、学んで、そうですね、ちゃんとスプーンとフォークを使って食べれるように、はい、あのしつけたみたいな感じのことですね。ですよね。でナプキンをちゃんと折りたたんで終わりましたよって言って、うん、もう家族がなんかちょっとびっくりしていて、あ、それナプキンところ驚いてましたね。これは、まあ、みんなで食卓に着くんですけれど、彼女がなんかわがまま言ったんだけど、それにみんなが折れて、もうしょうがないみたいな感じにして、で、お父さんが、ほら、おとなしくなったじゃないかって言った時に、サリバン先生が、こっちが折れたからですよって言ったんですよね。で、お父さんがこう今ナプキンを彼女の胸にかけてあげてるんですけども、お父さんが座って、サリバン先生が隣に座ると、取るんですね、そのナプキンを。で先生がもう一回つけてあげるんだけど、また絶対取るんです、何回も取るんです。いや取るから、じゃあナプキンしないんだったらお食事はなしって言って、彼女のご飯を取り除いたら、もうバンバンって怒るんですね。怒って、でここで甘やかしたらもう先に進みませんよって言って、水の泡になっちゃうっていう、ね、その2週間がさ、みたいな、せっかくトレーニングして覚え始めたところっていうのに、それ次に行ってもらって、でこれ先生が何回か ねやるんですね。でその次行ってもらっていいですか。でこれ取ってるの分かります、ね、自分で、ナプキンを外すんですね。ですね、ね、はい、でそれで今言ったようなことで、で彼女に、それで、水をなんか捨ててしまった、水をなんかこぼしちゃったらしいんですね、バンバンってやって、でその水をじゃあこぼしたから汲みに行かせるって言って、ね、外に2人で食事始まってるにもかかわらず外に出させようとするんですけど、それをお父さんがどこに行くんですかって言って、水を汲ませるのよとかって言ったら、そんなのやめなさいとかって言ってるんですね。で次どうぞ。でそしてでそんなのやめなさいって言って、お父さんは追いかけに行こうとするんですけれども、後ろにいるのはお母さんなんですね。でお父さんと喋ってるのはお兄ちゃんのジミーで、いやあなたが間違ってるんだ、先生も、間違ってないし、お母さんも間違ってないし、僕も間違ってない、間違ってるのはお父さんだよ、でも人は間違えることはあるよとかって言って、で、でそれで次に行ってください。で、一方でヘレンと先生が水を越えて、で彼女最初ピッチャー持ってるんですね、これ持ってるかな、で次、ね、持ってきたはずだけどね、これ入れたのに、ね、ピッチャーで水入れてるんだけど、はっと気がついてピッチャーを捨てて、でこうやって自分で手を出すんですね。で水が出てるの、水触ってて、で先生がこの様子の気がついたのに気がついて、で先生はずっとこうポンプで水を汲んなんかこう出し井戸から水を出してるんですね。で次行ってもらっていいですか、これウォーターのウォーウォーとかって言い始めたんですね。で先生が気がついたわこの子って顔してるんです。分かったんだわ、ウォーターが何か分かったんだわ、水よそうよみたいな最後の、はい、ところですね。で水流して、もうヘレンは水を顔にバシャバシャって言って、ウォーウォーとかって言って、これはもうガラスの仮面の北島麻也もそれ、同じ演技やったんですよ。でそうそう、で、それで、その、まあ、その後かな、でもこれで終わりかな、終わりかな、これで終わりですね。で指文字ってありましたよね、それでウォーターってやって、ずっとそうで合ってますっていう時はほっぺに手を当てて、うんうんって先生がやると、そうそう、合ってるよって、っていうことでやって、で お父さんに抱きついて、ファーザー、お母さんに抱きついて、マザーとかって、これは先生、ティーチャーみたいな、そう、ね、そこら辺にあるものをね、そう教えてあげて、そうそう、ね、っていうものに名前があるっていうのを、全部点が線につながったっていう奇跡の
あの劇的な最後のシーンでした。そんなお話ですね。でも実話ですよね。本当に実在の人のお話で、ね、あの最初はその指文字はゲームでしか捉えてないんですよね。だから名前っていうの概念がないんですもんね。そうだから指文字がうまくいけば先生が褒めてくれるっていうあの流れで覚えてるだけなんだけど、あの最後の井戸のところでそのカップに入った水、あのもともとあのほらカップに入ったやつに手を突っ込んで、そこでウォーターって教えられてたりとかするんだけど、そのウォーターとこの井戸水のウォーターが同じものっていうのがずっと分かってないんだけど、流れる水とこう中に入ってる水と、そうそっか、分かんないんだけど、ここであ同じものだって気がついた瞬間の多分あのふわってなる感じなんだと思うんですよね。そこであのさっきはあの直子さん言ってくれたみたいにこう点が全部ブってつながるっていうのが出てきたところで、やっぱりまあ感動するよね。分かってるんだけどね。それまでがねこう悪戦苦闘しながら、ね、もうヘレンキラもすごいこう反抗するし、そうですよね。でその反抗にもうサリバン先生も折れないと、そこがすごいですね。ちょっといつも通り戻しましょうか。あ、そうか、そうですね、はい、これでちょっと戻しましょう。信念がすごいですね。そうですよね、本当になんかすごい荒いよね、映像もなんか、なんていうの、なんかすごいなんかあれですよね。格闘してるシーン、あのキッチンとかで、そうあれも激しいし、しかもすごいね尺も長いんですよね。いつまでこの戦争は続くんだと思いながら見てて、そういうね映画なんですよね。そうなんですけど、あれですね、結構そのね、あのミーティングで話してた内容的、ミーティングっていうかね、そのこれの打ち合わせで話してた内容、奇跡の人ってさってね、なんか日本ではヘレンキラーだよね。でもなんかこれ見るとサリバン先生なのかな。いや、そうなんですよ。そうよね、そうあのあくまでサリバン先生視点だと思うんですよね、作品は。ただ日本でそのまあ子供向けとかの偉人伝にするとサリバン先生じゃなくてヘレンキラーっていうだと思うんですよね、名前が、本の名前がヘレンキラー。そうなんです、そうなんです。だからそう、アメリカではサリバン先生の、まあ、物語だけど、日本ではなんでヘレンキラーになったんだろうな、この違いってなんだろうなみたいなこと話したんですよね。そう世界でどうなのかなって、私あのフランスの人としかあんまり喋んない、さっきちょっと電話で話してみたんだけど、名前ぐらいしか知らないって言われて、いやそういう人いるよね、あれもちょっとあんまよく知らんわみたいな感じで言われて、そうなんだ。あまり有名じゃないのかな。絶対知ってるはず、誰でも知ってるはずなのに。なんか日本人は多分誰でも知ってるよね。いやでももしかしたら若い子知らないのかな。そうですね、なんか三重苦を克服したとかそれぐらいのキーワードはみんな知ってそうな気がするけど ね若い人でも。その伝記を読んでなかったとしても、なんかこう日常会話とかそれ以外の情報で ね、あの出てきそうだしね。私たちはなんかちっちゃい小学生かなんかで映画かなんか見たような気がするんだけど、ね、そうなんか面白い受け取り方がありましたね。なんか3人の中で意見が出たのは、その日本ではどっちかというとこの舞台を見るというよりも子供向けの作品として紹介された経緯があるから、子供目線で分かりやすいストーリーとして、そのそれを克服したっていう点にフォーカスをして、あのサリバン先生の根気強さとかではなくて、っていう風な方が伝わりやすいから、子供向けに、だからヘレンキレーになったのかなっていう、そうですよね、3人の会話で、あ、全然推測なんですけどね、本当にね、そういう話にちょっとなりましたよね。ちょっと もし詳しい方がいたらなんか教えてほしいですね。教えてください。ね、謎です。謎、そうじゃないと本当に。確かに、いやでもサリバン先生書くべきじゃないとか思うよね。そうだよね、そうあのこの作品を見てそう思いましたね。学級文庫にサリバン先生、そうなんかねえ、いやなんかすごいいいこと言ってるしね。そうなんですよ。
なのでそのね名前が物事にあの物に名前がついてるっていうねえなんかそういう辺はなんかでもやっぱりそのあれかな三重苦を克服したっていうところがフィーチャーされてるよね。そうなんでしょうね。まあそれはそれでねあの大事かなと思うけど、うんうんうん、その克服するためには誰かが必要だったっていう意味では、うん、ねあれですよねと思いましたけどね。そうこういろ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 考える映画だったんですよね、うん、これね。そうなんですよ。ちょっと面白かったんですけど、うん、と私のそうあれ相関図出したらどこしたの？そうですね。7番ですね。7番。ちょっと今相関図出してみたんですけど、うん、そのねあの最初あのこの話としてはあのアニー・サリバンとヘレン・ケラーのあの今ね黄色のマークしてるとこなんだけど、うん、実を言うとなんでそういう巡り合わせになったかっていうとその結構前に同じように、うん、あの一番上に書いてある、ローラ・ブリッジマンっていう同じようにあの三重苦を克服した人がいたんだよね、うんうんでこのローラ・ブリッジマンがいてでその人の話を聞いたそのお母さんですねあの、うん、ケイトさんがあのこんな話があるらしいよっていうので、うん、あのお父さんアーサー・ケラーに相談したら、うん、アーサー・ケラーはなんとグラハム・ベルと知り合いで電話を発明したそうです、うん、あのベル博士なんかその時代なんだねみたいな、うん、面白かったですよね。そうでこのベルさんと知り合いで、うん、ベルさんがそのサミュエル・ハウ博士っていうあのこの盲学その、うんうん、研究してる人ですよね、うん、こういう言葉についてとかのこういう研究してる人でこう話をしてで、ハウ博士はあのパーキンス盲学校っていうのも、うん、あのずっと縁があってでそこにこうし、先生いないですかって言ったところで、うん、あのあちょうどいい人がいますよっていうのところであのサリバン先生が出てきたっていうこの一連のこの流れがすごい面白かったんですよね。あの映画の冒頭でサリバン先生のなんか知り合い の、うん、あの職を探してくれた人とかの紹介してくれた人がサミュエルハウス博士かな、うん、多分そうだと思います。んなんかちょっとちゃんと巻き戻してみたいなのが覚えてないんですけどうす、ね、もう一回見たらそうかもしれないですね。そういう感じなんですよね。なるほど。そういう流れがあって、でも幸運でしたよね。そのお父、うん、お母さんからこう、ね、そうですよね。うまいことつながっ、うん、ねつながってくれていて、うまいことつながったなっていうのがあって、これちょっとね書いて面白かったです。書いて面白かった。でもそのローラ・ブリッジマンもそのテニアーサーっていうこの人なんか、うん、知的障害のある人だったらしいんですけど、うん、でもそのローラ・ブリッジマンとはなんか意思疎通ができた、うん、だからあの外の、ローラ・ブリッジマン的にはそのテニーアーサーがいることで外の世界に開かれたっていうのがあって、うん、だからそのね、閉じこもってるだけじゃなくて外の世界にこう扉を開いてくれる人の存在っていうのが、うん、なんかすごい大事なんだなっていうのがあって結構これ面白かった、うん、おこの辿れるところがすごくいいのと、うん、あのこれあのなんだろう、インターネットで情報をいただいたんですけど、うん、こういう情報を公開してくださってる皆様が、うん、すごいなぁと思って、うん、ありがたいですよね、うんうん、こういうのするとよりこの作品のなんか深みっていうの分かりますよね、うん、そうですね。そういうモデルがあってあそれでサリバン先生とヘレン・ケラーっていうのがいてるっていうのが、うんうん、ねえなのでそこを知らなかったら今 の、うん、あのヘレン・ケラーはないってい う、うんうね、今まで通りあの、うん、閉じ込められて、うん、あの獣同然というか、うん、あの自分のわがままし放題というか、うんうん、で育っていったんだねって思ったら、うん、ねそこでそのねその言葉を覚えるとかその言葉を覚えつつその名前がわかるっていうそのなんていうのかな成長段階っていうのがすごい面白いなと思ってそうなんですよね。でちょっとまた次に戻しますと話に戻しますとはいなんかこの辺の話は結構いろいろ深掘りすると深いところにまで行ってしまう話が。
かあのその映画の中でサリバン先生とお母さんが話すシーンがあって、うん、この指文字、うん、あの3万語ぐらいあるのよって言って、うん、じゃあこれからヘレンが覚えなきゃいけないんだって言った時に、うん、お母さんも私も一緒に覚えるから教えてって言ってたんですね、うんうん、であの先生は子供はちっちゃい時に最初は全然言葉わからないけど、うんうんうん、ある日突然1歳ぐらいでなんかこう意味のあることを、うんうん、まあ、マンマとかね、うんうん、パパとか、うんうん、あのご飯とかママとママご飯がどっちかわかんないんだけどって、うんうんうん、まあ、でもそれから少しずつ喋るのよねっていう、うん、そこをなんか結構力説していて、うんうんうん、あでも確かに言葉ってそうやって覚えるなと思ったし、うんうん、自分も外国語やってて最初はなんかこう拙い言葉を一生懸命選んで喋るんだけど、うん、住んでて向こうの言葉が朝から晩までバーッと嫌でもこう聞こえる、うん、でそうなった時に自分が言いたいことが たまになんですけどなんかこうバーッと出るようになる。でそれがもう大量にとにかく大量にしてるとバーッて出るようになる。大量にっていうのが結構キーかもしれない外国語をやるのは。だからなんかそのシャワーみたいに聞いてくださいとかっていうのは間違いじゃないと思うんですよね。すごい説得力がある、まあ、覚えることも大事なんだけどまずはずっと聞く、うん、蓄積するのがね。そうですね、はい、蓄積してる間はなんかはためでは変化が分かんないかもしれないけど、うんうん、ある日こうガッとこのブレイクスルーするというか、うん、そうそういう時があるんですよね。ありますあります、うんうん、なるほど。語学学習はそれです、うん、そうです、うん、大量に聞いてブレイクスルーを待つ、うんうん、私嘘かなって思ったけど自分がそれを経験したので、うん、あのあほんまやみたいな感じでしたね。うん、うん、なかなかねいいですね、そういう話がね面白いですね。そうちょっとだけちょっと言葉についてはちょっともうちょっと話したい話がありますよね。そうですね、言葉についてはですね面白くてですね、そうなんですよ。あのこれ調べてたらあのなんていうんですかね、あのヘレン・ケラーに学ぶ現在の自然言語処理に欠けている重要なものっていうあのAI に心を持たせるっていう研究をしてる人のホームページにたどり着いてですね、でその言葉がわかるっていうのはどういうことなんだっていうのを延々研究してるんですけど、でそこでですねその言葉が分かった瞬間に自分自身を客体化して見せることができるようになるっていうのがあって、今までだから結局その今しかないんですよね、言葉があのまだ単言葉が結びついてない時、うん、自分の中の感情とかは分かるんだけど、そのあくまでも考えてないんですよね、うんうんうん、思考ができてない、だから言葉が入ることによって思考が生まれるっていうことが書いてあって、あのそこのページの人はすごい書いてあるんだけど、ちょっとぜひ読んでほしいんですけど、うん、なのでちょっとその客体化できるっていうとこ自身で結構、うん、あのケイちゃんが言ってたのはそう、感情も至極単純な感情しか持てないって話ですよね、うん、自分がいい、あの自分が心地いいかどうかしか考えてない、心地いい心地良くないぐらいしかない、でしかない、複雑な感情っていうのはやっぱ言葉がないと感情すら感じられない。あ、そうなんですよね、うん、でそこのページに書いてくれてたのはそのヘレン・ケラーの伝記が元になっているんだけど、伝記の一番最後のシーンが、まあ映画はこのウォーターで終わっちゃうんだけど、うん、その後のシーンが実は伝記にはあって、中に入るんですよね。中に入った時に自分が感触を起こして壊してしまった人形、うん、ドールをあの手に持った時に自分が壊してしまったっていう後悔の念を持つっていうのが書いてあるよって、うん、そのホームページには書いてあってですね、この人すごいなって思ったんだけど、結局その客体化できるから後悔もするし、人に対しての配慮ができるようになる、っていうそのやっぱりその心の発達っていうのをずっと考えてる人なんだけど、それをそのこの奇跡の人にかぶせて見てきたっていう話があって、すごいそのそうだったのかそんな風にして見るものだったんだねって、うん、ちょっと思ってたんですけど、
で、ですね、もうちょっとだけあるから、あのこれですね、あの私が一番尊敬しているあの松岡聖剛さんっていう方がいらっしゃって、でその人がもうずっと千夜千冊っていうあのブックナビゲーションって呼んでるかな、ある一冊の本についていろんな本をあの組み合わせながら、この本はこういうことを言ってるよとか、こういう考え方もあるよねっていうのをあの説明してくださってるやつなんですけど、この最新のやつがこの1816夜で、もうまさにこの心と言葉の起源を探るっていうやつで、ちょっと中身ちょっと難しいんですけど、あの読んでみると同じことを書いてあって、あの言葉があるから思考ができるようになるっていうことが書いてあって、なるほど、言葉を知るってすごいんだなと思う。なんで多分あれですね、あの直子さんとかはナピンはあのフランス語、英語、他のがあの言葉が使えるので、それの言葉に紐づいた思考っていうのも多分手に入ってるんじゃないかなと思って。あのモードがあります、うん、今日は日本語モード、で私あの勉強するのに月下水は水あのフランス語かも、あのなんとかかん、あのその後は英語とか、なんかこう、まあ、順番は逆ですけど考えたりするんだけど、なんかそういうふうにはうまくいかなくて、でもあの、うん、あのそのモードがありますね。なんか今フランス語でしか考えられないとか、なんか今ちょっと英語に持ってかれてるとか、なんかだから日本語喋るときにたまにうっとかあの出てこないときがあって、この人どうしたのってよくあの止まって勉強した後にスポーツクラブに行ったりするので、あってなって、言葉が出てこなくて、なんかみんながびっくりしてるシーンはよく見かけます。まだモードが戻ってないんですね。切り替わってない、面白い話が聞いてましたね。え、なんか、はい、かそういうところでね、あの今回はちょっと奇跡の人っていうこの映画は本当にドノーマルな映画なんですけど、でもなんかそう、言葉がない世界とかいうことを映画を見てる時にはあんまりそこまで考えんかったんで、すごい最後のね、ケイちゃんの話興味深いですよね。おお、ありがとうございます。はい、もうちょっとまたコメントのところにあの貼っておくので、その本も興味ありますね。ありがとうございます。訳本なんですよね、原作は、言語は別の人が書いたやつですよね。あ、そうなんですね。このあ今のあの心と言葉の起源を探すは、これはね、あの元の本はあの、はい、違うあの本ですね。ですです。なんで結構面白いんで読んでみてください。ぜひぜひ。はい、すごいヘレン・ケラー・サリバン先生がこういう話に ね展開するっていうのが面白いです ね。言語処理の話になりますね。そうで、あ、そう、面白かったのはこの言語処理のホームページ書いてた人はあのローマインドっていうホームページなんだけど、あの AI に心を持たせるっていう研究をずっとしてる人 で実を言うと、私あの話し方の学校、あの鴨頭義人さんがやってる話し方の学校っていう大阪校の事務局やってるんですけど、そういえばこの人、あ、なんだっけ、あのそのホームページのあの書いてる人っていうところを紹介を見に行ったら、あれ見たことあるこの人って思ったら話し方の学校に来てくれてた人だと思いな、はい、高田敦司さんっていう方なんですけど、はい、こんなところに繋がるね。そう、こんなところに繋がった3年ぐらい前ですかね、来てくださってた方なので、ちょっとまたコンタクト取りたいなと思いました。そんな出会いもある。すごいですね、面白かったです、うん、そういうつながりがね出てきたっていう話でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、で、まだもう少しだけ時間はあるので、始まりが遅かったからちょっと、はい、かくちゃんのあれを聞いてみようかな、あの沖縄の話をちょっとだけ聞いて終わりにしようかな。わかりました、最初にそうね、あの人とのぬくもりとか個性に触れるっていうもんで、旅行前の話をしたんだけど、今度は旅行中の話、で、そうですね、あのこれまた2つ話そうと思うんだけど、ゲストハウスやって、で、2組が泊まれるとこあったんですよね、で僕がなんか泊まったタイミング、もう1組がいてて、ドイツ人のカップル、で子供が8ヶ月の小さい子がいる、
なんとね、50泊。そこに？そこに。もう家じゃん。家じゃん、そう。教えてもらったんだけど、うん、まあ、育児休業制度みたいなのがあって、向こうでね、ペアレントタイムって言ってたかな。で、まあ、日本でもそういう制度あるけど、まあ、結構取りやすい制度で、ある程度のサラリーも保障されているっていうので、何とかな、3ヶ月、4ヶ月とか、普通に取るらしいんですね。なんだね、育休って日本で言ってるのに近い？うん、そうですね。制度的にも多分近いと思いますね。まあ、どれぐらい取れるかとかいうのはね、さておきとして。で、それでまあ、日本に来て沖縄で行くしてるっていう風なんで。でね、その家族がね、うん、ほんま優しい。素晴らしい、ね。まあ、僕らが途中から来たから、うん、ウェルカムというふうにしてくれて、うん、でその施設がこんなふうに使ってるんですよ、うん、ここが共有の場所でねっていうのを教えてくれたりとか、うん、一番びっくりしたのはね、チェックアウトの日がたまたま同じやったんです、うんうんうん、で彼らからしたらその滞在のほとんど後半やったんですよね、うん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 、でそのでチェックアウトする前の前の日にちょっとその彼らがそのおもてなしをしたいと、うん、でホストを呼んでちょっとドイツの料理を振る舞いたいっていう風に言って、すごい生活になってるんですね。もうね、でたまたま同宿してた僕らも招待するからぜひ来てほしいって言われて、うん、もうそれぜひぜひって、そしたらね、彼らと前日から仕込みとかしてね、うん、そのそれはドイツ料理で、まあ、彼らがそのドイツ人カップルが料理をしてるんだけど、何やったかな、その日本でいうその煮込みスープみたいなのを前日から作ったりとか、うんうんうん、じゃがいもこねた、なんだろうな、パンみたいなやつとかも下ごしらえとかしてて、でこの人はベジタリアンだからこの用意したりとかいうふうなことも聞いた上で用意とかして、すごいなって、なんか僕とかようなんかそこまでせえへんなとか思ってる。まあちょっと来てる目的が違うからうん、まあね、そうね、その余裕感が ね余裕感がねえ、素晴らしい人たちに、ね、まあ、僕らはするとそういう人たちと一緒にその滞在ができたっていうのが素晴らしかったっていう、ラッキーでしたね、ほんまラッキーでした。そうすごいいい体験で、もう一組がね、うん、この人なんだけど、うん、ちょっとねちっちゃいけど、うん、沖縄田舎暮らしっていう本で浅野さんっていう方が書かれてる本なんですけど、これね、僕らがたまたまそのお昼ご飯でフランス料理のお店行ったんですけど、そこで、お隣にいらっしゃった方で座ってはって、もちろんお客さんで、うんうんうん、でなんか子供見つけて、あなんか元気そうやねとか言って気さくに声かけてくれて、でそこからなんか話が盛り上がってね、うん、旅行できてんのとかの話とか、こちらも返したらなんか移住されてきてる方で、もともとは愛知か岐阜やったかな、なんか言ってたから、ただでも沖縄も長いです、もう自分の人生の半分以上沖縄でとか言って、長いね。でそこからもいろいろお話聞いて、 あんたらも移住しに来たらいいんちゃうみたいな感じで言って、あそれいいですねとかいう話をしたんだけど、仲良しになってで移住の話から、実は本書いてるよって聞いたんで、どこに売ってるんですかって言ったら、そこら辺で売ってるって言うから、いやこのテンションでちょっと本買いに行こうって言って、お土産屋さんで本売ってたんで、そこら辺で売ってた、そうそうでもうその勢いで買って、でその勢いでちょっと読み始めてるっていう、また沖縄行ったらご挨拶しに行きたいなと思ってるんで、浅野さんもし見てたらぜひよろしくお願いしますいいですね、いやそうそうそう、素敵な出会いのお話でした、いやいい締めじゃない今日 ねちょっとヘレンケは全然関係ない話だけどいやいやいいですいいですよ、やっぱりこうつながっていくっていうのがねいいと思うね、はい、なんで、はい、じゃあ今日もいい感じで終わったので、はいはい、最後のご挨拶を、OK, très bien, merci à tous. また来月。また来月。バイバイ。